気をつけよく研究企業用に載っています。あと1分ぐらいありますかね。もう時間になりました。すみません。まずこれでご清聴ありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。大変興味深いご発表を聞かせていただいて、本当にありがとうございます。皆さん、ご質問、ご意見、がありましたら、そのチャットにお書きくださいますよう、よろしくお願いします。まあ、質問は簡潔に述べていただきますよう、よろしくお願いします。それでは次の発表ですが、田原由佳先生です。田原由佳先生、よろしいでしょうか。で、田原由佳先生は、公益財団法人日本台湾交流協会、台北事務所日本語専門家です。で、発表テーマは、台湾における日本語教育実習となっております。それでは、田原先生、ご発表よろしくお願いいたします。こんにちは、田原です。聞こえていますか？はい、聞こえます。よろしくお願いします。ちょっと画面を共有させてください。はい、これでいい？はい、どうぞ。シェア、お願いします。はい。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい。今、紹介していただいた通り、私は日本台湾交流協会というところで、働いています。前はウピーにおりました。ご存知の方もいらっしゃるかと思います。よいしょ、ちょっとできるかな、ちょっと時間がかかってる。うん、タワポが出てくるかな。アプリケーションウィンドウ、パワーポイントスライド。すいません、ちょっと時間がかかっちゃって申し訳ないです。今画面を共有しますので少々お待ちくださいませ。はい。皆さんは台湾って行ったことがありますか？はいはいはい、今聞こえました。実はですね、台湾は面積で言うと、インドネシアのすごく西ジャワ州と大体同じぐらいの面積なんですね。あ、出てこない。じゃあ、こっちにしようか。ああ、画面が共有できない。どうしよう。先生、こちらから出しましょうかな。出ますか？あ、よいしょ。ちょっと待ってください。はい。あ、まだ。出てますよ、先生。よかった、すいません。はい、失礼しました。はい。ちょっと時間がかかってすいませんでした。今お話しした通りですね、台湾の面積がちょっと、台湾ここですね。ちょうど面積は九州と同じぐらいで、人口が近畿地方、大阪とか京都とかそういったところと同じなんですが、見ていただいた分かりの通り、西ジャワ州と大体同じぐらいの大きさなんですが、住んでいる人は西ジャワ州の半分ぐらいです。では、今私が働いている日本台湾交流協会についてちょっとだけ説明させていただきます。日本台湾交流協会はですね、ちょっと政治的な理由がありまして、1972年に日本と台湾の間に外交関係がなくなってしまいました。それで大使館を置くことができないので、日本台湾交流協会という協会を置いて、台
代わりに仕事をしています。大使館の代わりの音が途切れています、先生。はい。声が出ていないんですが、大丈夫かな、先生は。声が出ない。声が出ていません。声が出ていないんですね、先生。かわいい。トッパン。ちょっと。この仕事で、の海外日本語教育館。声が出てない。途切れてます、先生。ちょっと、すみません。ちょっと音が聞こえにくいですか？今は OK ですが。あ、また切れたり。少しずつ話します。はい、どこまで行ったっけ？2018年の国際交流基金の調査を基本的に話します。台湾と西ジャワ州の学校